ガーシーの話なんですけど、ちょっと気になったんでね、ちょっとね、これはね。ガーシーがね、18日ですか。現職国会議員と初コラボしたって。だから物好きな人もいるんだなと思ってたら、箕輪さんってね、本のね、プロデューサーです。幻冬舎のね、プロデューサー。お膳立てして、日本維新の会の音喜多さんね、と、対談したのね。もともと音喜多さんってあれですよね。東京都議で、小池さんにね、くっついてた人だけど、小池さんと仲悪くなって、今度は日本維新の会行っちゃった人ですよね。で、国政出ちゃった人ですよね。対談はピリついたものになるかと思いきや、友好モードです。友好モードで展開した。と、音喜多さんで僕前から思ってたんですけど、ちょっとね、メンタリスト大悟に似てるなと思ってたんですよね。臨時国会を欠席したことで問題視されているガーシーが、国も学校や企業にリモートしなさいって言ってるだけに国会だけできてないというのはおかしいと主張する。音喜多は、今の法律ルールでは出なくてはいけない。でもガーシーさんが問題提起しているのは正しいと。一定の理解を。ようやく委員会室にパソコンが持ち込めるようになって、本会議場ではまだ持ち込めないと。一向に進まないで出たるかを嘆いていた。で、ガーシーは、若い議員だけでも結託しましょう。党を抜けなくていいのでと。大同団結を呼びかけたと。へぇ。令和新選組の水道橋博士。参政党の神谷さん。ね。名前を挙げた。さらに自民党の小泉進次郎氏の話題になると、ガーシーは、彼が先導を取ってくれたらいい。彼が僕は言うことは聞きませんとかやってくれたら革命になる。彼が坂本龍馬になれば俺は岡田伊蔵になって裏でバッサバッサ切っていきますよと宣言。すかさず音喜多は進次郎事務所に人斬り伊蔵は確保しましたと伝えますと反応し盛り上げた。音喜多氏がすぐに懐柔されてしまったことが何より残念。白熱した議論を期待していたんですが、最後はわけのわからない革命軍のような話になったと。で、音喜多氏といえば過去に国会での居眠りなどが大々的に報じられたことがある。ガーシーを敵に回せる組んだ方がいいという判断なのかもしれませんね。さらにガーシーは幕末のダークヒーロー岡田伊蔵になぞったことにネット上ではさすがに無理。ガーシーが攻撃してるのは弱いものばかり。弱者ばかり。などと指摘する声が続出。唐突に令和の坂本龍馬扱いされた進次郎も困惑するしかないの。そりゃそうだね。そもそもだってガーシーは多分その政策だったりとかどういう方向性で進次郎が動いてるとかなんかそういうの全く分かんないで話をしてるわけでしょ。何を言ってんだろうなと。ガーシーと音喜多のコラボ動画だが生配信は音声トラブルによる10分で終了。その後新たに1時間にわたって行われ同時接続者は1万円を超えたが終了後に音声トラブルがあった動画を含めた2つともバンされたと。あ、バンされたのね。で、これについて箕輪氏は暴露などではなく政治に関して話していただけでさすがに基準が曖昧すぎて意味がわからないです。基準単純なんじゃないですかね。ガーシーが出たら即バンですよねと不満を述べたが YouTube 側では未だにガーシーはお尋ね者であるよ。それにガーシーは YouTube コラボの依頼が次から次へと舞い込んでいるという理由は明白で、ガーシーとコラボするとアクセス数が跳ね上がる。YouTuber は業界の再生数至上主義だからガーシーは重宝されるし接点を持ちたがる人が多いんですよね。バンの危険性はありますがそれでも魅力的に映る。政治の世界でも Twitter や YouTube を駆使した人が勝つ時代。音喜多さんの接近するのも分かります。中堅 YouTuber 事務所。幕末の岡田伊蔵は自身の出身である土佐に捕獲され武士として切腹すら許されない屈辱的な斬首の刑に処されている。果たして政界の岡田伊蔵このまま粛清されることなく生き延びることができるだろうか。まあ、その僕はこの岡田伊蔵の話でね、ちょっと待てよと言いたいところがあってですね、岡田伊蔵っていうのはね、ご存知だと思うんですけど、皆さん知ってると思うんですけど、NHK のね、龍馬伝でね、佐藤健くんが演じたのが岡田、人斬りの岡田伊蔵役ですよ。まあ、そっから流浪に剣心の抜刀斎、人斬り抜刀斎につながっていくっていう、その大事な役ですよね、タケル君がね。このタケル君の演技力を世に知らしめた代表作と言っていい、龍馬伝の伊蔵ですよ。まあ、監督はね、ここからの出会いとなるね、大友啓史監督ですよ、その時の NHK の大河ドラマはね、龍馬伝は。
だからたもう佐藤健の分岐点になったと、今の佐藤健の俳優佐藤健を作った、まあ、一つのターニングポイントとなった作品ですよね。で役もね、岡田伊蔵っていうのはね、それはね、ガーシーがね、いや俺は岡田伊蔵になるということがね、僕は嫌悪感しかないんですよ。やめてくれよと。もうどこがお前は岡田伊蔵だよっていうところですよね。まあそういえば、あとガーシーで僕この前初めてなんか読んでて知ったんですけど、 LINE も使えなくなったんですね。 LINE もなんかダメみたいですよね。あのガーシーってね、 LINE の証拠みたいにして人を貶めてたんで、その LINE が使えなくなったみたいですね。ぶっちゃけあの LINE 使えなくなるって人初めて見たんですけどね。だからよっぽどなんだなと思いました。 YouTube、Twitter、 赤版で、あとインスタはね、生配信とかはちょっとあの制限かけられて、そこまでは分かるんですよ。 LINE ってある意味あれじゃないですか、 LINE ってある程度こうライフラインじゃないですか、ね、あの震災があった時になるべくね繋がるようにっていうのを作られたっていうね元があるぐらい、結構ライフラインとして重要なやつなのに、その LINE が LINE 側が拒否して使えなくするって、僕はよっぽどなんだなと思ってて、まあ余談ですけど。